タイムチの世界で最も影響力のある100人の受賞式に出席したスティーブン・コルベアと妻のイブリン・マギー・コルベア2006年4月29日アメリカ人コメディアンのスティーブン・コルベアはワシントン DC のヒルトンホテルで開かれたホワイトハウス記者協会の夕食会に招聘されたコルベアは出番になり紹介を受けると演壇に進み 16分間のスピーチと7分間のビデオプレゼンテーションを行った。彼のパフォーマンスはケーブルテレビ局のシースパント MSNBC のチャンネルで全米に生放送された。演壇は当時の大統領ジョージ w ・ W ブッシュの席のすぐそばにあり、数えきれないほどのセレブリティや政治家、政治記者の視線がそこに集まっていた。コルベアはその場で党の大統領と マスコミに対して持ち前であるユーモアと強烈な風刺を込めた演説を振るい大変な物議を醸した。この時の彼のスタイルはビル・オライリーやショーン・ハニティのような保守派の論客のパロディであり自分が出演するコメディセントラルのテレビ番組コルベア・レポーのキャラクターとしてのスティーブン・コルベアになりきるものであった。コルベアのスピーチは芝叩く間に マスコミやインターネットで取り上げられ、センセーションを巻き起こした。そのユーモアや政治性の是非について様々に論じられただけでなく、この夕食会の模様が報じられる際に、彼のパフォーマンスがメディアによって隠蔽されかけたのではないかという疑惑も話題を呼んだ。タイム誌のジェームス・ポニー・ユージクは、このスピーチは、好むと好まざるとにかかわらず、2006年を代表する政治的、 文化的な判断力が試される問題と語り、ハイブリッドカーを運転するかどうか、フリーダムフライという言葉を使うかどうかというテーマにも似ていると表現した。2006年4月29日、アメリカ人コメディアンのスティーブン・コルベアは、ワシントン DC のヒルトンホテルで模様された、ホワイトハウス記者協会の夕食会に招待され、スピーチを行った。彼をこの場に招いたのは、 ホワイトハウス記者団の団長マーク・スミスで彼は団長を辞任することになっていた。後にスミスは取材に対してコルベアの芸風はほとんど知らなかったと語った。1983年以降、この夕食会では有名なスタンドアップコメディアンがパフォーマンスを披露することが恒例になっていた。過去にはチェビー・チェイスがジェラルド・フォードの不器用さを誇張してから会、リッチ・リトルは ドナルド・レーガンと共演した。この時の夕食会に参加していた聴衆は AP 通信によれば権力者とセレブの名鑑にも例えられる豪華さであり、コルベアはその面前で、いわゆるテーブルスピーチを行った。招待客は2500人以上にも及び、ファーストレディのローラ・ブッシュ、アメリカ軍統合参謀本部議長のピーター・ペース、アメリカ司法長官のアルバート・ゴンザレス、 中米中国大使の周ミエ、AOL の共同創立者、スティーブ・ケース、プロテニスプレイヤーで、モデルのアンナクル・ニコは、俳優のジョージ・クルーニーといった早々たる顔ぶれだった。コルベアは、スピーチの中で何度となく、ブッシュ大統領に直接言及し、彼の外交政策やライフスタイル、心情を風刺したほか、加工する支持率や評価も上げつらった。彼のスタイルは、ビル・オライリーや、 ショーン・ハニティのような保守派の論客のパロディであり、自身が出演するコメディセントラルのテレビ番組コルベア・レポートのキャラクターとしてのスティーブン・コルベアになりきるものであった。彼はスピーチの最初に監視社会になりつつあるアメリカを皮肉ってどなたもご用がございましたら、テーブルの番号をゆっくり聞き取りやすい声で言っていただければ結構です。すぐに、 国家安全保障局の者が飲み物をお持ちしますと冗談を飛ばした。こうしたジョークは大半がブッシュ大統領や政治家に向けられたものだが、コルベアの絶望はその場に居合わせた、ジャーリストなどにも向けられた。スピーチはほぼ書き下ろしだったが、トゥルーシネスに関するモノローグなどは、コルベアレポートの初放送会からほとんどそのまま持ってきたパートで、この箇所で、 コルベアは言葉は頭ではなく腹で考えるものだと言い、書物について事実だらけで心がないと下げすんだ。こうしたパートは一見ブッシュの思想に賛同するかのようなトーンになっており、自分とブッシュはパソコンを助けたいの天才君とは違いますと断りつつ、暗にブッシュが反知性主義的な立場を取ろうとする姿勢を批判するものになっている。 グラウンドゼロに立つブッシュ大統領空母、エイブラハム・リンカーンの原則で、イラク戦争の作戦完了を宣言するスピーチカトリーナの被害に、あったビロク氏の住民を抱きしめるブッシュ大統領、こうしたイントロダクションによって、自分の手の内をいくらか明らかにしながら、コルベアは、私はアメリカを信じています。存在することを信じていますといったナンセンスな、自分が寄って立つ心情を並べ立てた。 また、中国からの部品調達をあてこするとともに、イラク戦争にも言及して、伝統的に小さな政府を理念とする共和党を皮肉った。私は、最良の統治を行う政府とは、最小の統治を行う政府だと信じています。この基準に照らして言えば、我々がイラクに作った政府は、とてつもなく素晴らしいものでした。そして、ブッシュの支持率の低下に、彼の矛先が向かった。 この間、世論調査が行われたと聞いています。彼の支持率は32%だったということです。しかし我々のような人間は、そんな調査に興味はありません。どなたもこういう調査は、国民が現実に考えていることを反映した、統計の寄せ集めに過ぎないということはご存知のはずです。そしてこの現実というものには、リベラル派のバイアスがかかっているわけです。皆様、 コップが半分空だなどと表現する人間の話に耳を傾けるべきではございません。32%ということは3分の2が空ですからね。しかし私としてはコップにはまだ水が入っているじゃないかと言いたいわけです。まあだからといって私は飲まないですけどね。もう口をつけた3分の1って半数じゃないんですからさらに物資を擁護する体で。 空母エイブラハムリンカーンの前で行ったブッシュのスピーチやテロで倒壊したワールドトレードセンターの跡地やハリケーンカトリーナで壊滅的被害を受けた街を訪問した時の様子をあざけった。私は大統領を支持します。なぜ支持するのかといえば状況に寄り添う男だからです。ただ彼はそばに立つだけでなくその上に乗る男でもあります。航空母艦、瓦礫の山。 洪水で流されたばかりの街並みなどに乗じるわけです。なんと頼もしいメッセージでしょう。アメリカに何が起ころうとこの国は必ず立ち直るさ、と。世界を見渡しても、これほど力の入るやらせ写真の取り頃はありません。そして、ブッシュのエネルギー政策を揶揄するとともに、ローラブッシュの読書支援を引き合いにして、本を読むことはエリート主義であると語って、ブッシュの反知性主義を皮肉り、 さらには、夕食会の主催であるホワイトハウス記者団やマスコミ全体を強烈に批判した。この5年間というもの、あなた方は大変お行儀が良かった。減税でも、大量破壊兵器でも、地球温暖化でもそうだった。我々アメリカ人は知りたくなかったし、あなた方もあえて解明しようとしないだけの節度はお持ちだったわけだ。だからこう書くんでしょう。 ああ、政府はタイタニック号の水をザルで汲んでいる最中だと。まずですよ、これはたとえにしてもひどくはありませんか。この政権は沈没中じゃない、飛翔中なんだ。それであれば、ヒンデンブルク号に水と言うべきだ。コルベアがホワイトハウス記者団も批判したのは、特に2003年のイラク侵攻をアメリカが主導したことについて、 当時の政権を記者たちが問い詰める様が、いかにも遠慮がちであったためだった。でも、ちょっと待って、仕組みをチェックしてみましょう。どうなってるか再現しますよ。まず、大統領が何か決定する。彼は決定権者ですからね。そして報道官が決定事項を発表し、あなた方、報道機関の人間がそれを聖書する。行動、発表、聖書。 綴りをチェックしてもらって聖書したら、お家に帰るわけですね。家族と再会です。嫁さんと愛の営みだ。そして頭の中でこねくり回した小説を書く。ほら、恐れを知らない、ワシントンの記者が果敢に政府と、大立ち回りするやつだ。そう、フィクション。スピーチの後半には、ピーター・ペースや、アントニン・スカリや、ジョン・マケイン、ジョー・ウィルソンなどにもジョークを飛ばし、 ジェシー・ジャクソンにインタビューした時のことについて語りながら、再び地球温暖化に言及している。彼には何を聞いても大丈夫なんだけれど、自分が答えたいことだけ答える上にマイペースなんだ。まるで氷河とのボクシングだよ。おっと、この例えが成立するうちは、楽しんでおいた方がいい。孫の代になったら、氷河が何かわからなくなるからね。コルベアがスピーチしている間、 会場の空気は冷え切っていた。スカリアのように自分のことが皮にられているのに笑い転げる人もいるにはいたが、ありていに言えば、コルベアがジョークを言うたびに沈黙に包まれた会場に、つぶやき声が広がるだけだった。直前に行われたブッシュのモノマネをするスイーブブリッジスとブッシュ自身が、やり合うコントが会場を大いに沸かせたことを考えれれば大変な落差であった。最後に、 オーディションと称して直前に辞職したスコット・マクラレンに代わる新しいホワイトハウス報道館にコルベアが噴する会見映像が上映された。この動画は実際の記者たちの厳しい質問と報道館コルベアの返答をつなぎ合わせたコントだった。演壇には報道館コルベアが会見をコントロールするための退場、ギャノン、ボリュームのスイッチがあり、コルベアは 最後のボタンで、ジャーナリストのディビット・グレゴリーの決定的な質問をミュートにする。しかしついに質問攻めに耐えかねて、コルベアは記者会見室から逃げ出すが、ブッシュ政権をこわだかに批判してきたヘレント・オーマスだけは彼を追いかけてくる。途中で、コルベアは、非常電話をかけてトーマスが、どうしてイラクへ侵攻したのか聞くのをやめてくれないと、説明するが、通信指令室は、いや、 なんで本当にイラクへ侵攻したのと返答する。後半パートはウエストワールドなどのホラー映画にありがちな展開のパロディで芝居がかった音楽が流れる中でトーマスがゆっくりと着実にコルベアを追いかける。コルベアは時折ノーと大声で叫ぶが最後にはトーマスに捕まりどこかに連れて行かれる。この動画は2006年3月2日の コルベアレポートで放送されたほかオンラインでも視聴可能である。プレゼンテーションが終わった後で、ブッシュ大統領はコルベアと握手を交わしたが、彼の側近や支援者は、スピーチの途中で席を立っており、大統領自身も、かつての支援者の一人によれば、表情を見る限り、今にも殴りかかろうとしていた。コルベアの回想によればスピーチ中に、 前立で笑っている人はそれほどいなかった情に、終わってから自分と目を合わせようとする人は誰もいなかった。あれだけの会場だったのに話しかけてきた人間もいなかった。ただ一人、アントニン・スカリアだけは、後で彼のところに来て、最近自分が撮影されたばかりの仕草の真似が良かったと褒めてきた。また、俳優のハリー・レニックスも後で褒めてくれた、という。 2006年の夕食会で共演したブッシュ大統領とモノマネタレントのブリッジスケーブルチャンネルのシースパンはこの夕食会を生放送しその後の24時間で何度も再放送を行ったがコルベアのスピーチはカットされていた放送業界紙のエディターパブリッシャーは最初にコルベアのスピーチを報じた活字メディアで彼のパフォーマンスがブッシュ家にとっては笑えない 辛辣だがコミカルな三字であったと表現した。記事によれば、演壇と一続きになった主品席の面々はスピーチの間不愉快な顔をしており、おそらく内容があまりにも手厳しいとか、あまりにも権力者にとっては不都合なトゥルーシネスであると考えていた。ニューヨークタイムズとシカゴトリビューンはこの夕食会を報じたが、これベアの発言については記事にしなかった。 ロイターや AP などの通信社は、夕食会の記事でどちらもコルベアの演目に三段落を、咲いた。ワシントンポストは、記事中で繰り返し、コルベアに言及している。紙面で非常に大きく取り上げたのは、USA o d デイで、ブッシュとブリッジスのコントよりも、はるかに分量が多かった。夕食会の翌日には、CNN のテレビ番組、ラリー・オブル・ソーシズがこのコルベアのスピーチ映像を、 放送し、ハワード・カーツがコメントした。フォックスのニュース番組、フォックスフレンズではコメンテーターたちがあのスピーチは一線を超えているとコルベアを非難した。夕食会の前からコルベアレポートのターゲットになることの多かったタッカー・カールソンは MSNBC に持っている自分の番組タッカーでコルベアのことを面白くなかったと一周した。 最初期のメディア報道の大半に言えることは、ブッシュとブリッジスに対する反応とコルベアに対する反応の温度差である。大統領に流行られた。毎度のことだが、とても真似できないとコルベアも語った。またスピーチについては、会場の冷めた反応は、実際には、非常に真面目に聞いてくれたが、ゆえの静寂であったと冗談を言いつつ、スピーチが終わると席に戻る準備ができる前から。 聴衆が自分を肩に担いで連れ出すかのような空気だったと表現した。かつてコルベアも出演していたザ・デイリーショーではホストのジョン・スチュワートがコルベアは我々の誇りだすげえぜとコメントした。ニューヨーク・デイリーニュースのゴシップコラムニストロイド・グルーブはコルベアのスピーチが最悪だったと評価したがベッドの創設者ボブ・ジョンソンはあそこにいたのは 全員身内だ。これ以上ないほどの関係者だけの集まりだった。コルペアは、うちは受けの笑いをやらなかったということだと語っている。コングレッショナルクオータリーのコラムニストで、CBS のコメンテーターでもあるクレイグ・クロフォードは、彼のパフォーマンスは、非常に笑えるものだったが、夕食会の出席者のほとんどは、楽しんでいるようには見えなかったと証言している。 タイム氏のテレビ評論家であるジェームス・ポニー・ウジクは、コルベアの批判は的外れだったと論じている。会場を見ずに、後からインターネットで見るであろう大勢の人を相手に、スピーチをしていたというのが僕の考えだ。いずれにせよ、会場を敵に回していた。また、ポニー・ウジクは、気分を害して、冬そうにしている会場の反応を、マネーショットと表現し、結局、やりたかったのは、 それだったと述べている。コルベアのスピーチは大受けしたのに記者たちからは冷たくあしらわれているように見えることに批判的なコメントもあった。ましてコルベアは夕食会の余興のメインとなるコメディアンとして呼ばれていたのにである。ワシントンポストのコラムニスト、ダン・フルームキンはこの現象をコルベア完成と呼び、彼を無視して、 とにかく無難なブッシュ大統領とブリッジスのやりとりを話題にした既存メディアをこきおろした。デモクラシーナウのエイミー・グッドマンは初期の報道ではコルベアが完全に無視されていたと証言している。コロンビア大学ジャーナリズム大学院のトッド・ギットリン教授は論じるにしても激しすぎた。コルベアはブッシュを酷評していたが言葉を差し挟む余地のないほど過熱だった。 主流メディアは、的を得ていてもあれほど、攻撃的な批判を論じる術を持っていないと、語っている。メディアによる、意図的な隠蔽と見る向きは上記に尽きている。ワシントンポストで、メディアバックトークランを担当するハワード・カーツは、なぜ同志がコルベアのスピーチについて深い、しないのかという質問に答えて、ある意味で、問題は、締め切りと言っていいかもしれない。 コルベアに出番が回った10時30分にはすでに印刷機が回っているのだから記事はその時点までにあらかた書かれているわけですと述べている。ニュース番組がブッシュとブリッジスのやりとりを好んで放送したことについてもコロンビア大学ジャーナリズム大学院の副学部長で60ミニッツの元プロデューサーであるエリザベス・フィッシュマンは MTV に対してテレビ番組は クイックヒットを決めたいからブッシュがモノマネタレントと並んでいる映像を使うのであり、視覚に訴えかける画を使う方が簡単なだけだと語っている。夕食会を主催したホワイトハウス記者団の団長でシースパンの政治部記者であるスティーブ・スカリーはメディアが意図的にコルベアを無視したという考えは全くあり得ないと一周している。彼曰くブッシュはスティーブ・ブリッジスと共演して、 ホームランを打ったからメディアの注目をさらっただけだ。私が思うに過剰な期待があったんだろう。右翼の陰謀も左翼の陰謀もないよ。タイム氏のコラムニストアンマリー・コックスもマスコミがわざと隠蔽したのだという説を否定しており、コルベアのパフォーマンスをニューヨークタイムズやワシントンポストだけでなく大手通信社も取り上げていることを判例に挙げている。 同僚であるハワード・カーツも彼女に賛同している。なぜならコルベアのスピーチ動画はシースパンで継続的に放映されているし、オンラインでも問題なく閲覧可能だからである。カーツは自分の番組でも動画を取り上げて、どうやら僕のところまでその隠蔽の指示は回ってないようだねと語っている。 ニューヨークタイムスは2006年5月3日付の記事でこの騒動について言及しており、自社も含めた主要メディアがコルベアのスピーチよりもブッシュとブリッジスのやり取りを大きく取り上げて批判を受けたことを認めている。またコルベアのスピーチの中でも大統領への批判としてより本質に迫っている歌詞を引用するとと,ともに様々な方面からの反応について論じていた。 さらに5月15日には同志のパブリックエディターであるバイロン・カレームが自身のブログに200人を超える読者から夕食会を初めて大きく取り上げた記事にコルベアへの言及が抜け落ちていたことに対する不満が寄せられていると書いている。さらにカレームはワシントン副祉局長の意見を引用して最初の記事では コルベアのことを公平に取り上げたと言えるほどの分量が紙面に裂かれていなかったとも述べていた。夕食会が開催されてから時を置かずに同じ紙面でコルベアのスピーチを特に掘り下げて記事を掲載すべきだったというのが彼の意見である。コルベアのスピーチを生で聞いていた会場にとっては一気に現実に引き戻されたようなものだった。しかしその映像は数えきれないサイトで様々に手を 加えられて、バイラルビデオとして拡散され、インターネット上では、一晩のうちにセンセーションを巻き起こしたため、そうしたサイトにはアクセスが、アクセスが殺到した。Cnet のサイトニュース c o m によれば、彼のスピーチは、インターネットでも、屈指の流行を見せた、パフォーマンスになったのである。ヤフーでのコルベアの検索数は60倍弱にもなった。Google でもスピーチから数日は、 シースパンの検索数がジェニファー・アニストンの2倍になるという珍しい事態が出現し、同様にコルベアに関連する検索数も急増した。ニールセンバズメトリクスは2006年に投稿されたブログ記事の中で、この動画の投稿が全体で2番目に人気だったと分析している。YouTube でも最も見られている動画の上位3位を彼のスピーチが独占し、 関連動画を合わせると48時間以内に270万回再生を記録した。チャンネルとしては未曾有の事態になったことからシースパンは YouTube や iFilm に非公式の動画を削除するように要請したがすぐに Google ビデオがこの動画の再配信に関して独占権を取得しためその後2週間にわたって Google の最も人気の動画のトップかそのすぐ下に表示された。 エディターパブリッシャーも、オンライン雑誌のセロンも、早い段階からコルベアのスピーチを充実した内容で、記事にしたことで、公式サイトは、史上最多と、史上2番目の訪問回数を記録した。夕食会翌週の火曜には、コルベアによるブッシュのローストについてのブログ記事は、あらゆるトピックを横断して7万記事を超え、検索ブログテクンラティでは、 コルベアの名が何日にもわたって、検索数上位に掲載された。シカゴサンタイムスのテレビ評論家、ダグ・エルフマンは、インターネットが本来であればそのままやり過ごされていたかもしれない、夕食会の情報を拡散したことを認め、政治ブログ界隈の巨人デイリーコスがそうであるように、インターネットはなおリベラルの画像であり、夕食会に出席した主要メディアの記者が爆発力を秘めた。 コルベア演説を言葉わずかに報じるのとほぼ同時にインターネットは真実を探り当てつつあったとエルフマンは述べている。夕食会から3週間後にコルベアのスピーチのオーディオは iTunes Music Store で販売が始まり、レッドホットチリペッパーズやパールジャムポールサイモンの新曲を抑え売り上げナンバーワンの音楽になった。録音後 iTunes で販売した .com の CEO は、その成功について、あの場にいたら、絶対わからなかったと語っている。その後このオーディオは5ヶ月にわたって、iTunes のダウンロードランキングのトップに君臨した。オバマ大統領とホワイトハウスの名物記者で、報道官コルベアを追い詰めたヘレン・トーマスと記者たち、コルベアのスピーチが報道されると、様々な反応を巻き起こした。彼の風刺の対象となった。 ホワイトハウスの政治家からも記者団からも否定的な反応であった。特に記者の方はコルベアは大こけしたとさえ考えていた。ワシントンポストのコラムニストリチャード・コーエンは下手であるばかりか侮辱的だと感じたという。コーエンはコルベアが無礼であり威張り散らしたとも書いている。民主党会員のステニー・ホイヤーも旅が過ぎていたと受け止めており。 議会誌のザヒルにブッシュはアメリカ合衆国の大統領であり最低限の権威は払うべきだと語った。保守派の論客メアリー・マタリンはコルベアのパフォーマンスは予測の範囲内でユーモアも交えたブッシュバッシングの一種と表現している。コラムニストのアンマリー・コックスはコルベアを英雄視する見方を厳しく批判しブッシュがそれまでにああいった批判を耳にしたことがないというのには いささか疑問であり、さらに、コメディアンの仕事は一つの政治的見解ではあるが、政治的行動ではないとも述べている。ジョン・スチュワートは、デイリー賞の中で皮肉を込めて、どうも、コルベアは、毎晩テレビでやっている通りのことをするために、雇われたと思い込んでいたようだと語った。コメディアンには政府に対するジョークを期待されていたのだが、2006年の夕食会が開かれたのは、 政府とメディアの関係性が張り詰めていた時期で、政府は批判に対して敏感になっていた。弁護士で作家のジュリー・ヒルデンによれば、コルベアの敵意に満ちたパロディは文脈が違えば偏っているともみなされかねなかったが、当時のブッシュ政権は批判的報道を封じ込めようとした善果があり、チャンスがあれば彼を批判しようとしていた人にとってはそれを正当化する機運に満ちていた。 メディア監視団体ディアマターズ4アメリカと放送業界市エディターパブリシャーズはコルベアの用語に回り彼を抽象する人間は偽善的だと批判した。そこで比較のために持ち出されたのが2004年に同じように記者会主催で開かれた夕食会で物議を醸したブッシュ発言を多くのメディア関係者が称賛した過去との落差である。この夕食会でブッシュは 自分が大統領執務室で大量破壊兵器を探す、スライドにそういう大量破壊兵器もどこかにはきっとあるだろう。いいや、そっちには何もないね、とナレーションを当てる余興をしていたのである。カナダ放送協会のニュースオンラインを担当するコラムニスト、ヘザー・マリックによれば、コルベアは、ウィットだけでなく、カエサルを殺したブルータスに、マルクス・アントニウスが振るったような、 キラリと光る勇気を持っていた。アメリカのマスコミが事情自爆に陥っていたので、コルベアが強烈な褒め殺しで物資をこき下ろさねばならなかった。コメディアンであり後に民主党上院議員となるアルフランケンは、ビル・クリントン政権の時代に2度同じような夕食会でパフォーマンスを披露しているが、コルベアがやり遂げたことについても、異形の念を抱いている。ニューヨーク市は、 年末号でコルベアのパフォーマンスを2006年に最も輝いた瞬間の一つに挙げている。翌2007年の同じ夕食会ではホワイトハウス記者協会はより無難なリッチリトルを再び招待した。アリアナ・ハフィントンによればコルベアは自分のパフォーマンスに対する批評を務めて読まないようにしていたので世間の反応については知らずにいたと彼女に話していたという。 2007年6月13日、コルベアはケーブルテレビ局のスパイク TV が主催するガイズ・チョイス・アワードで最も根性のある行動賞を受賞し、ビデオ会議を通じて表彰された。6ヶ月後にはニューヨーク・タイムズのコラムニスト、フランク・リッチがコルベアのテーブルスピーチをカルチャーの予備選挙に位置づけ、2006年の中間選挙を決定づけた瞬間と呼んだ。 さらに3年と半年後にも、フランク・リッチはこのスピーチを取り上げ、素晴らしい、この国にとっても良かったと述べ、コラムニストのダンサ・ベージは、ブッシュ政権という暗黒時代にあって、自分のような人間を正気に保ってくれたものの一つ、と呼んだ。ザリアリスト氏のポール・クラスナーは、2010年にコルベアのスピーチを歴史的文脈に照らし、現代アメリカにおいて、レニー・ブルース、ジョージ・カーリン、 リチャード・プライヤーに被験する風刺の精神を持った、ケウの霊として際立っていると称えた。比較対象になったコメディアンたちはいずれも、今日のコメディアンがそうであるように、誇らしげにただ知恵を働かせるのではなく、危険を犯して、表現の自由のために壁を突破した人間たちであり、そこにコルベアの名も並べられるということである。ありがとうございます。